皆様こんばんにゃということでね、今回の動画では憧れのゴトレア交換券、これ2枚私持っていて、先日のね神回、YouTube ライブ、これおかげさんでね、このままいけば多分あの久々にうちのチャンネルとしてあんまり、ないんだけど、アクセスが多分そのログインじゃないね、アクセス数が、4桁いく1000超えるんじゃないかなと思いますが、非常にね、高評価いただいておりまして、あとコメント何より嬉しいのが、そのたくさんね、ライブなんでね、いろんな方からコメントいただけて、みんなで盛り上がれてね、なんかまたやってください、永久保存版に、このライブは永久保存版にしてくださいってすごいなんか記憶に残ってるんだけど、そういうね、温かい、楽しい、やる気になるような、コメントを非常にたくさんいただけましてね、私の方もそれを受けてね、それを受けてっていうか、まあ、そのコメントだけではないんだけどね、そのライブを受けて、まあ、需要があるならね、やっぱ張り合い出ますんで、じゃあ動画バンバンね、残りFLO がサービス終了なので長くはないけれどもね、やりたいこともどんどん上げて、どんどん見ていただいて、お互いが、私も楽しい、見てくださった方もね、まあ楽しんでもらえればありがたい、嬉しいなっていうところで動画を作っております。じゃあ行きましょうか。こちらよいしょ、もうねさっきね軽く見てるんでね、スムーズにいくと思いますよ。で今回のテーマね、ゴッドレア、交換券を私2枚持っておりまして、例えばね、このティアなんかも動画作りましたよ、以前。これね、花澤香菜さんですね。気にしないでちょうだいっておっしゃってるんだけど、もともとね、ユエリアの、このゲームのヒロインだと思うんだけど、ユエリアの声優さんなんですよ。で、私めちゃくちゃ気にしてたんだけど、気にしないでちょうだい。このね、まあ素敵お姉様ボイスだったんでね、私的には非常に残念な、結果に終わってしまったんだけど、はいはい、これねちゃんと2枚持ってるんですよ。うん、でこういう感じでね、所持数2でしょ。でこれティアも取れればね、この夢にまで見た、まあ人によってはですが、私はちょっと夢が裏切られたんだけどね、ティアも取れますよ。でウィズもね、これね村瀬歩美さん、これ男の方みたいですよ。すごいですよね、声優さんってね。私もねごっこ遊びでいろんなね、なんかおじいちゃんやったりね、まあモフタンっていうのはね本当に実在するんですが、まあそういうことにしておいてください。いろんな声は、声出すこと好きなんですよね。おしゃべりとか好きじゃなきゃこんなねお金儲からないのに YouTube チャンネルやる理由がないんでね、いろんなまあごっこ遊びをやってるんですが、このねウィズっていうのはね、ある意味ね、私はやっぱ七色の声がね、いろんなおじいさんから、かわいいね、ぬいぐるみからいろんな声が出せて遊べたら、まあ、皆さん多分そういう気持ちって多かれ少なかれあると思うんですよね。ちっちゃい頃にごっこ遊びってみんなやるわけじゃないですか。まあ多少はね、人によって差はあるとは思うけど、それの延長だと思うんですよね、このゲームの、なんですよね、ロールプレイングゲームでその勇者になってみたり、私みたいにねちょっと変わった人であればね、それをモチーフに歌ってみてやっちゃったりね、なんかキャラクターになりきって喋るとかね、全部ごっこ遊びですよ。カラオケとかもそうですよ。あれは元歌を真似て、その元ネタになったような気になって、まあ、楽しい、満足するってことなんで、全部これごっこ遊びですね。はい、と思うんだけど、まあ話戻しました。あとスイランもね、これはね先日のね、その神回、アクセスがね1000いくんじゃなかろうかっていう、その運営、チャンネル運営をね超集大成スペシャルライブっていう中でも、私これ撮れればね、多分ねうおーって言ってたと思うんですよ。来ませんでしたけど、こういうね、まあ私好みの、まあちょっと元気寄りなんだけど、これがねライブで出ればいいなってのも撮れますよ今。うん、あとアスキー姫、くすぐりはずるいですよ。みんなくすぐりなんだ、よくわかんないけど。で白石はるかさんはね、某ゆりゆりしい麻雀アニメで非常にお世話になったんですね。はい、シトラウスはまあいいか、全部見たらキリないんで、私基本ね可愛い女の子キャラが好きなんでね、非常に申し訳ございませんがね。ネフィカ、坂本真綾、プラチナをね、なぜか YouTube ライブで歌ってなんていう謎のこともやりましてね、やっぱ私いろいろ歌ってみただの、その真似てみただの、なりきりごっこは非常に好きなんでね、非常にこの坂本真綾さんのプラチナ、カードキャプターさくらオープニングテーマを歌って、まあ、20年ぐらい前ですか、もう私も随分ねカラオケで歌いましたよ。ちょっとボイス聞きましょうか。やめよ。みんなこういうね、触るなお前系のセリフなんだね、面白いね、今気づいた。でまあいろいろいて、これクギンギアリエ先生ね、あまり
もう釘宮理恵先生だけで私動画100本ぐらい作れますからね、言っちゃなんですけど、もう子さんですよ。あの初心者で素人って、私もう今まで YouTube のいろんな場所で1万回以上言ってると思うんだけど、悪いけど釘宮理恵さんに関しては子さんです。はい、申し訳ない。 あまり見ないで、あの釘宮理恵さんの肉親とかは別だよ、それは別だよ、それはかなわない。でもファンとしてはもう最古さんですよ、申し訳ない。それぐらいね、あの長いですよ歴は。うん、ご用でしょうか。これね、この人最近の人だね、多分ね、多分人気あるんだと思うんだけど、ちょっと私オールドなんだろうな、こういうキャラクターとかゲームの好きな人なんでね、ちょっとわかんないですね。まあでもこの人人気ある人だと思う、多分。で、まあ非常に勝手ながら、こう、あ、これね、ハザードはね、ときめきました。ちょっとあのエンド、武器のエンドにときめいたのと同じぐらい、これはねキャラいいと思うよ。パーティーのお誘いか。なんだっけ、ぐちゃぐちゃに塗りつぶしてやるみたいなね。パーティーのお誘いか。あ、いいと思う。ただあえて、あえて言いますよ、俺は大塚明夫が好き以上。スネークでしょ、やっぱこの今のかっこいい軸の延長線上にいるのが大塚明夫だったり塚山正音ですね。でもこの人も全然悪くはないと思うよ、うん、ただね、うーん、まあいいや、はい、まあね、魅力的、このね FLO の魅力って間違いなくね、運営側としてはその豪華声優陣っていうのは間違いなくあったと思いますよ。この人なんかもね、これお母さんがリアル、あのリアル、この方のリアルお母さんも声優さんなんですよね。いたずら禁止。うん、リーゼはね、あの私星5が好き、ゲフミ冥王なんじゃ。これラスボスでね、最後の最後にサービス終了発表直前に来たのがこの冥王でございまして、もういかにもエンドな感じですよね、ラスボス感満載で、坂本真綾さんが演じていらっしゃいましたが、まあこれもね、この動画が、まあ、上がったおそらく1週間後2週間後には寂しい色になるかなということで、ちょっとまあ寂しいなって気持ちも正直今ちょっと湧きましたね。まあでも裏を返せばそれぐらい寂しくなる、悲しいなってなるぐらいやっぱ1年半遊び尽くせたかなとも思いますよ。で武器に関してはもうキリがないんで言いません、もう何でも取れるってことです、要は。で、あの1個だけ言うなら、ちょっと動画上げてるんでちょっと宣伝も兼ねて、これねときめきました。私1年半このゲームを可愛いキャラを取って、そのキャラに合ったモチーフ武器を取ってうんぬんって遊び方してた私が唯一ときめいたのこれ。あ、これ声出ないかさっきのキャラじゃないか。これめちゃめちゃかっこいいと思うよ、エンド、さすがエンド。うん、これはね、でライブの時にこれ撮って私絶叫してんだけど、うんーっつって、その時にね、コメントいただいたのがね、その課金する人ってのはロマンに、その夢ロマンにお金を払ってるんだと。私のねゲーム内お友達でもね、まあ、おそらく数十万数百万数千万使ってる方いますよ。うん、確かめようはないけど、多分でも嘘じゃないと思う。そういう人が、興味ない人がしたら何やってんのって思うんだけれども、やっぱね夢ロマンをここに見てるんだと思うんですよね。でこれ見てね、ちょっと分かった、かっこいいもんだって、これなんか俺つえって感じしますよね。うん、ぜひね、私エンドを取った時の私の絶叫でかっこいいかっこいいやばいやばいって連発してる動画もあるしね、あとこのエンドを使って MVP とかね、あとカンカンしてうんぬんとか動画を思わず作っちゃったんで、ぜひねそちらの方、まあ、ご覧いただければと思いますがね、まあ話尽きないね FLO、 やっぱりね1年半やってきたらね、私はね結論言いましょうか、そろそろ、これどれでも撮れるんだけど、撮りたいものっていうかね、まあないと、なんて言えばいいのかな、チケット2枚使ってまで今すぐ必要なものがないというのが私の結論です。なのでこのまま行けばもう使わないままおしまいになりそうですね。はい。でもね、何があるか分かんないんで、何らかの理由で必要になるかもしれない、もしくは欲しく、この今見た中のキャラだったり素材だったり欲しくなる可能性あるんで、一応ねサービス終了まで私温存しようかなと思っております。ということで、ね、動画の題名見るとね、この人何撮ったのかなっていうことなんだけど、結論、今時点では何も撮らない、そしてもしかしたら取らないまま電子の海に消えてしまうというのをお伝えして、生命さん、残りね短いですが楽しみましょう。良いファンタジーライフをお過ごしください。